渡り師匠は渡り渡り渡さんも郵便局員ですよね。そうです。そうですよね。はい、渡り哲一さん。渡り哲一。彼と会ったのはね、僕はそれたまたま同じ郵便局で働いててですか。そう、そうです。あ、それも運命ですね。そうですね。僕は大阪からちょっと転勤してきたの瀬戸内の篠川中とかでね。それが、はい、それが徳之島だったらまた全く違う。あ、違いますね。違いますね。はい、だから本当は帰りたいのは僕は徳之島だったんだけど、うん、飽きがなかった。うん、おそらくそうだろうね。まあそれよりも瀬戸内に帰れたの嬉しかったね。歌がね、本場の歌が習えるというのが。そうなんですか。はい、学校は大島工業というのが。あ、大島工業。僕今もうなくなりましたっけ。はい、そうですね。僕は定時制にいたの。4年間ですよ。いやだから多分なせに対しての抵抗がなかったんですよ。うん、そうね、それはね、僕はまた大島の歌が習えるというのが あったんですか。うん、それがで、ちょうどよかったと。渡りに船が、そうそう、本当渡りに船ですよ。瀬戸うまいですね。瀬戸内の郵便局に入ったらたまたまその渡りさんが、渡りさんって島渡の先生をしてたんですか、その頃。そうそうですね。公民館講座の先生だったんですね。だからちょうどあんたじゃ好きだったらおいでって言われたんです。そうもうすぐ着いた、9月に着いたら、10月ぐらいから、もう教室にすぐ、もう4月から始まっておるけど来なさいっていうみたいなもんでね。おいでおいでって。けどまあ生のその島唄のこう、指導というものに触れて、もう取り合わなかったって思った最初は。ちなみにこんな文化と思って。渡り先生に一番最初に教えてもらったのは何ていう曲ですか。一番最初はやっぱり朝花節だったね。あ、うん、朝花節、グルランド節とか、はいはいはい、でそういったのを教えてもらいながら、まあ奄美民謡大賞のその、まあ全盛の大会があってね、うんうんうん、そういったのにもうまた出ないかってい いう感じで。それいくつぐらいの時ですか。それは32、3ぐらいかな。え、奄美に来て。瀬戸内には何年いたんですか。瀬戸内に8年半おって。おすごい。奄美に、瀬戸内に来て2、3年の頃にすでにもうその師匠が民謡大会に申し込んであったわけよ、中島さん。うん、僕に出ないね、出ないかって聞いた時もうすでに申し込んであった。あら、それ出ないよ、もう申し込んだよって。どないするなら、もうこれ出ないとしょうがないなっていう感じよね。はいはいはい。だいたい僕、そういった大会に出ようという意識は一つもなかったからね、もともと。まあそこから始まりだね、うんうんうん、楽しくもあり。いや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 、すごいですね。でも早くそういった意味ではね、そこの瀬戸内の方言も使わないといけないでしょ。僕らね、うん、まあまあ徳之島でも例えばおぼらだれんがおぼらだれになったりしますけど、かさ、うん、うん、とひげは全然違うんですか。あ、違うね。あ、でしょうね。いや、徳之島ってすらこんだけ3つの町で違うんですから、うん、奄美となったらも全然違うでしょうね。だから瀬戸内はね、こうイントネーションがこう激しいのね。私たちはみたいな感じで、山がこう激しい感じになってるんです。その分言葉もそういう感じで、うんうんうん、あるから、逆に笠利行にいたらこうなだらかな感じのとこなんで、うん、はいはい、物の言い方もゆったりしゃべるわけよね、うんうん、あそこ笠利行。はい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 。だからもうその違いが、でも南に行けば行くほどカンカンと早い。はい、あれ不思議。徳之島徳之島も僕も一線ですけど、金見の人はね、ほんとゆっくりなんですよ。ほんとそうよね。でしょ、うん、北の方は。そう、北の方はそうよ。金見はもう一番ゆっくり。
でも、もちろん手はまあないですけど、あの毛床あたりもゆっくりですよね。多分この辺もゆっくりじゃないですか。これもゆっくり。この辺も、うん、岡前とかあの、与那間あたりも、そうそうそう、ゆっくりだん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 南に行くにつれて、ちょっとカンカンカンってカンカンって、あ、そう、これや、この間ね、神田さんと話しててあの人が、北の2キロ行くほど、うん、マーシュサータって言うんですって。でも伊勢の人はマッシュサータ、はい、マッシュサータそうそう、マッシュサータって僕らが言うよ。マッシュサータって言うでしょ。僕らマッシュサータなんて言われて、マッシュサータ忙しいで、ね、忙しいんですよ、本当に。だから多分ね、これどこの島もそうかもしれないですよ。そうそう、選ぶもそうかも、多分。だからそう思うよ、うん、だからそういった意味でね、コニア付近と伊仙町付近とは言葉遣いが裏っていう言い方自体があるよね。はいはい、うん、伊仙は裏って言いますね。裏やっていうのを裏って言います、うん、伊仙町も裏っていう、裏って言うんですか。あ、やっぱ似てるんだな、南の方はね。この前ね、中で見た、昔はね、コニアっていうところは、はい、コニアのコニアヤバンって言われてた。コニアヤバン、コニアヤバン、コニアヤバン、なるほど。伊勢ヤバンじゃない、伊勢ヤバン。まあちょっと似通ってるところあるかもしれないです。だいたい言葉も似てるし、うん、似てるよ、本当不思議と。元気ということですね、うん、元気、元気、本当に元気。だから、伊勢町は沖縄ともよく似てるよね。似てますね。で、瀬戸内も沖縄とも似てるよな。ああ。猫のことね、ミャーって言うんやな。ミャー、ミャー、ミャー、マヤとかね。マヤ、マヤ。ここなんて言うんですか。ここはマユ。あ、僕らマユ、僕らマユ。マユって言うよ。マユって言いますよ。ここがマユ。猫のことマユ。あそこ毛床行ったらニャオって言うよ。そうだ、ニャオ、ニャオって言ったらニャオって言ってしまう。ニャオ。カメツニャオじゃなかったかな。だから違うというのはマヤっていう言い方は、マヤは沖縄マヤですか。沖縄マヤでしょ。あ、マヤですか。うん、コニアもそうよ。マヤ。ヤギのことでヒンジャっていうでしょ。ヒンジャ。ヒンジャ。いや、僕らももうヤギとしか言わないです。いや、でも昔は多分ヒンジャって言ったんじゃないですかね。沖縄ヒンジャだもんね。ヒージャーって言いますもんね。ヒージャーっていうヒゲが入ってるからヒージャー。沖縄ヒージャーって言ってる。ヒージャーヤギのことはね。そこはヒンジャーって言ってる。そういったところがね。カマキリのこと、うん、イーストバイ。いいぜ。イーストバイ。イーストバイ。で、神田さんはユーサイトって言って。ユーサイト。ユーサイト、ユーサイト。カマキリはね、30ぐらいあるんですって。言い方が、言い方が徳之島だけでですよ、うん、金子なんかも違うわ言い方が。あ、だからね、うん、それをねちょっと調べてもんでいかんじゃん、ほんとカエルのことも違うよ。あたらびっきゃお前なんかゴロジャっていうんだよ。あ、ゴロジャ。カエルとカマキリをちょっと、うん、みんなそれでインターネットでこのご時世だからちょっと書いて教えてくれと皆さんの村の言い方を。それ面白いかも。あ、そうそうそう、それしよう、それをしよう、それしよう。それはまあ本当30ぐらいあるけど、カエルの言い方は違うか、うん、うん、僕らアタラとも言うしね。ああカエルね、うん、アタラ、アタラ、アタラっていうところもありますね、うん、アタラっていうところもね、僕らアタラ、アタラ、うん、アタラの混ぜてアタラって言いますね。やっぱりみんな面白いね。ああ、うん、違うでしょうね、うん、違う。僕の島でもこれだけ離れたらね、うん、いや、え、先生、じゃあ徳之島に帰ってきたのはいくつの時ですか。ちょうど40。うん、あ、平成5年に帰ってきた、うん、平成5年の4月にね。だから、まあ、徳之島来ても20年徳之島で働いたな。だから僕は結構ね、奄美は学生の時もで、その、うんうん、仕事でも要するに8年半の10 11年半ぐらい、まあ、約12年おったからね、うん、仕事でも。そうですね、うん、だからまあ懐かしいよね、言ったら。確かに、もうだいぶ昔とは地形というか道路がね良くなってね。そうですよね、うん、小宮から西小宮あたりまでの近くなりましたもんね、道路がね、うん。